おはようございます。9月16日土曜日の全国の天気をお伝えします。3連休のスタートは東日本から西日本を夏の高気圧が覆います。そのため関東から西日本にかけては太平洋側を中心に強い日差しが届きます。お出かけには紫外線対策が欠かせません。ただ午後は山沿いを中心ににわか雨の可能性があります。天気の急変に注意が必要です。秋雨前線の影響を受ける東北地方はすっきりしない空で雨の降ることがあります。北海道は薄い雲が広がってもお出かけには問題のない天気です。日中の最高気温は35度を超えて猛暑日となるところもありそうです。引き続き万全な熱中症対策をしてお過ごしください。最新の情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。